いや、今日ね、そう、今日はメイクしてもらえたんですよ。てか、この今日あったお仕事の日は、毎回お仕事、なんかメイクも、なんか一から全部ね、やってくださるんですけど、そう、メイクもしてもらってるから、すごくね、肌とかね、めっちゃ綺麗に仕上げてくださってるし、目元もね、めっちゃ綺麗にやってくださってるので、しかも今日は前髪上げてみた。そう。お仕事としては、今日が今年を締めくくる感じでしたね。今日で今年の分はまあラストみたいな感じでした。 そう、ありがとう。で、今日は私、そのこの携帯でしかできないので、メールも送んなきゃいけないじゃん、10時までに。だから50分には終わりたいなぁと思ってます。そう、まあちょっと話が続かなかったら 40分くらいに終わろうかな。まあ15分最悪できたらいいなって思ってるので、お付き合いください、皆さん。そうで、髪の毛もね、色落ちしてきてね、見て。でも紫シャンプーしてるから結構綺麗です。そう、今日ちょっと早めにお仕事。お、よかった、皆さん。時間ね、時間は教えてもらいます。はい。はい。そうです。いや、今日はね、まあ個々です。私も急遽来たんですよ。本当は今日家に帰る予定だったんですけど、急遽ね、お邪魔してるので。そう、50分になったら教えてください。あ、でも50分になって教えてもらったらちょっと遅いから、余裕持って、まあ、35分くらいに教えてくれたら嬉しいですね。まあ、お泊まりかどうかも今ちょっと悩んでるんですけど、まあ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 、今一旦来ております。もう、あやねちゃんいることみんな知ってる？あやねちゃん。こんばんは。今ちょっともうお風呂上もうおがり風呂入で。ったよ。はい。そう。ね、今日めっちゃすごい綺麗にやってくれたメイクめっさんちゃが。可愛い。ね、今日すごいメイクがさ、真似しないといけない、ほんと、こあ、れ。今日メイクさんだったの。そう、メイクさんがやってくれた全部。本当にめっちゃ可愛いよ。そう。いいね、よかった。いいね。よかった。あ、そう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 、ウォッチンゲーム、そう、イカゲーム見たんですよ、昨日。どうだった？でさ、9話あるやん。で、全部見たの、1日で。1日でっていうか、もうなんか夜まで、そう、夜3時ぐらいまで、ほんと見スてパルて。タ？スパルタだよね。え、面白かったよ。面白かった？面白かっよた。かった。そう、ちょっとグロいところもあるんまあそうだね。だけど、結構ね、リアルにさ、そう。体の部位とかすごいリアルだから、なんかめっちゃリアル。地位とかね、すごいリアルなんですよ。そう、だから私はすごい、どうやってこういうのを作ったんだろうっだてよ興味ね。深く見ちゃっ思うた。よね。そう、何なんだろう、シリコンとか、なんかそういうさ、そう特殊技術そみたう、いな。そうそう、すごいなと思いながら、そう、見てました。夜ご飯まだ食べてなくて、そう、でもお腹空いてないけど、お弁当持って帰っちゃったので、どうしようかなって感じです。悩んでるな。あ、そうね、あやねちゃんの生誕祭出ます。やったよろしくね。ー。お願いします。生誕、緊張するよね。緊張するよね、何言おうかなとかね。ね、毎年やってるのに。え、そうなんだよね。でも意外と毎年言うことあるよね、ちゃんと。意ね、外こととね。かね、イベントとかいろいろある。あ、フライングじゃんって、フライングしてます。
あ、フライング配信って書いとこう。あ、めっちゃ待って、フライ、うん、あ、嫌になっちゃった。どうもどうも。そう、昨日のことはこんな感じだし、あとあれだね、あれもだ、キスミル、キスミルのゲームはね怪しいキスミルのゲームね、そう、私ね1話ちゃんと見たんですよ。もう見てきました。皆さん見ましたか？キスミル？キスミルっていうなんかね、あの恋愛チャットゲームっていうやつに、あの私参加してて、で昨日から配信スタートでやっててね、もう1話が配信終わって今2話の街なんですけど、私があの世界一可愛い AI っていう役で出てて、そう、世界一可愛い AI、 最高だね、増えた、今増えたんですけどね、増えたんですけどね、増えたんですけどね、誰でしょう、誰かな、誰かな、一応キスミルチェックしよう。そう、でも1話ね、私あんま出番ないんですよ。あ、いた、かわいい。そう、あんま出番なくて、まあ、2話、うん、2話から出るかな、そう、まあ、楽しみにって感じです。あとね、グッズもなんかね出るんですって。そうで、11日くらいからかな発売されるんで、チェックしてみてね。チェックするね、チェックしてみてね。チェックするね。みんなは絶対わかりそう。え、嘘？わかるよ。みんなわかる？わかりますか？今一人増えたこと。誰だ？みゆの目の前に3人います。そう、私の目の前に3人います。超恥ずかしいです。誰だ？あ、でも服部。うん。あやねちゃんわかってる。あやねちゃん。うん。うん。と？うん。と？アベメイとか、ヒダーヤ、ヒダーヤ、セリカ、おお、なるほどね。セリカ、あ、カレンちゃん、おお、でもアベメイが多いな、なんか、かすってもないですね。かすってもない。かすってもない。あの、確かにね。そう。似てるの？いや、わかんないです。でもセリカやろってすごい来てる。メンツ的に確かに、ね、確かにこの流れだと、うん、麻雀できるしね。麻雀楽しいよね。うん、かす、みんな多分絶対わかんないと思う。この流れで多分出てこないと思います。絶対いると思わない。思い。でもこの続きったら多分バレるよね。うん、絞られてくると。何？思いますよねって。思いますよね。そうです、うん、そうね、そうですね、話し方が、うん、うわー、かすんないな、なかなか。じゃあ普通に喋るから、うん、あ、誰かがどう？もう当てたら、うん、どう？え、これ映ってないんだ。映ってないのか。映ってないの。まだ、あ、もう映ってない。今ダメ。えい。ゆな。こんばんは。ゆなちゃん。あ、でもあれだね。え、本当にかすらない。もはや。かすらないです。かんない。うん、あ、クラウノーさん。左に。うん、ね、え。すごい。出た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 、すごい、出た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 、すごい、正解、すごい、てかうちでも興奮するよね、この場にいることが。すごい、なんかすごいもん、すごい、え、すごいすごいすごい、え、声で分かったもん、すごい、正解しました。数人いますね。数人、3人くらい、うん、おー、みんなもう気づき始めてる、すごい、まさかですよね、まさか、そう、まさか、確かにまさか、でも思うよね、あ、すごい、そう思うよね、どうも、すごいがすごい。そう、レアでしょ。
この場がもうマジ行ってきてる、すごいよ、この場がすごい、すみません本当に。なんかね、お邪魔しまーす。そうなんです。やっぱ謎の合宿って来てる。合宿、合宿。ここ連日泊まってる誰かが。確かにすごい。そう、映らないのって。映れるんですか？全然。ええー？いつもスペシャル。私と一緒ですね。私もスペシャル。私と一緒だ。いや、もうめっちゃ可愛い。可愛いです。本当に可愛い。可愛すぎるです。お邪魔しまーす。イエーイ。すごい。ルイオンさんです。オンさんです。オンさんです。そう、プレミアですよ、もう。本当に。変な感じ。変な感じですね。ね、すいません。すごい、ようやくですよ、でもようやくです。もうずっとね、そうなの、ずっとですよ。やっと来れました。うん、ね、違和感しかないってやっぱ。オンさんウィズエイトですか。そう。ね、ね、レアですよ、皆さん。ベイトブル、レイ、すごい、埼玉県代表、あ、被ってる、被ってる、あれ、奪い合い、勃発しちゃうかも、埼玉県代表です、そう、もうミオさんに代わってもらう？あやねちゃん、あやねちゃん、ごめんね、あやねちゃん、あやねちゃんごめんね、これから、埼玉県、埼玉県代表、ミオさんだから。これから頑張る。まあ、許す。あげるんかい。やったー。あげるんかい。じゃあ総監督。お願いします。あやねちゃん総監督。交換しちゃう。ね。そうですね。そうですね。そうなんですよ。まあですね。スターちゃんは同じチームだし、うん、結構接点があったんですけど、うん、そう、ゆうなちゃんは。そうなんです。本当に最近そう1ミリたりとも関わりがなく本当になかったよね。本当になくて、そう、接点もなくて、うん、けど、まあ、でも可愛いって言ってましたもんね。ゆうなが可愛いゆうなも言ってたし、あ、そう、私めっちゃ可愛いと思ってて、え、嬉しい、よだれ入れそう、どういうこと大丈夫だ、そう、そうで、なんかメイクさんが、うん、なんか服部ちゃんが仲良くなりたいって言ってたよって教えてくれて、うんうん、って話しかけてみたら、うん、めっちゃなんか仲良くなった。そう最近そうなんです。だもう連絡先交換して、うん、そう、え、お話し会の時に、うんうん、さ、多分隣、あ、そう、隣同士だった。そうで、あの空き時間にめっちゃ椅子くっつけて話してる、うん、見られる、目の前だったもんね、うん、目の前で、あ、仲良くなってると思ってそ う, なの、そ う, そう見てた。そう、実はってことで、うん、仲良くさせていただいてます。今日がもっと仲が深まる、うん、ね、うん、記念日です。プライベートで会うの初めて。うん、私も初めてです。ね、うん、本当に初めて。うん、タワーだ。タワー。タワーだ。ありがとうございます。パンガオヨミヨンミヨンさん。パンガオヨミヨンさん。はじめまして、みおんさん。みおんさん。ああ、そういうことね。はじめまして。ありがとうございます。ありがとう。新鮮だよね。本当に。私も新鮮です。私のファンの人も絶対このルームに私がいるって思わないよね。思ってないですよ。誰も気づいてないと思う。絶対気づかないと思う。すごい。まとめられるぞって。いやだ。まとめないで。いやえ、まとめられる？これはまとめられるぞっていうコメントが来てたっていう。そういうね。ねえ。いや、予想できないと思う、本当に。ドッキリ？ドッキリ？ドッキリ？ドッキリってなんだ？ドッキリ？サプライズ？そう、サプライズです。サプライズです。うん。あ、今日は、でも今日レッスンがあったんですね。あ、そう、一緒だった。一緒にレッスンあって、朝。やってました。頑張りました。結構踊ったよね。ね、がっつりした。お楽しみに、本当に。楽しみに。いや、いい曲ばっかりだ。本当に楽しいです。こう楽しみにしててほしいです。うん、本当に。で、今日誕生日のなるにも会えましたね。そう、そう、私さ、はい、あん時今日が8日って思ってなかったからさ、すっかり忘れてて、ツイッター見てて気づいたの。はあ、ね、なるちゃん誕生日だったのに言い忘れたと思って。この後公演なんですよって言ってたじゃん。そうです、そうです、そう、生誕祭、まさかそれが生誕祭だったと思って確かに当日本当だと思って、そう、EA 当日だよね、生誕祭本当ですよ。
なるちゃんおめでとう。なるちゃんおめでとう。ここで伝えといてください。誰か伝えて。そう、当日生誕すごいね。うん、羨ましい。10ヶ月やばい、やばい。あやちゃんも1ヶ月後、あと残り1ヶ月で、あ、のにまだやってないってこと。前回の前の年の今週、今週やるんだ。そうやります。私より上がいた。すごい。私でもあれだ、二十歳の生誕、できなかった。確か、あれ、違う19だ。19歳の生誕祭できなかった。どうしたの？2年連続、2年目合同でやったんですよ、二十歳の時に。すごい。でも二十歳できてよかったです。確かにね、節目だから。19歳だってね、それな。19歳な。そっか。そう、ゆりちゃんも2年分やってたりする気がするし、意外といるね。なんでここにいるの。そうですよね。でもこれ、え、そうなの、ね、なんかちょっとずつアバターポンちゃんが増えてきた。え、そう、すごい。噂を聞きつけて、ポンちゃん、すごい、すごいな、リサーチ力すごい。進出鬼没に、ポンさん、めっちゃみんな意外って、情報すごいですね。確かに。今日来たよ、初めまして、試してみよう。あ、もう書いてる人いる。すぐエゴサする。すぐだ、早い。今日はでもお話ですね、お話しします。そう、お話し会。そうなんです、お話し会します。お話し会だよ、お話し会。オフラインお話し会する。え、これもタワーですか。あ、そうじゃない、すごい。本当だ。監督、ごめんね、ごめんね。監督家庭訪問歓迎さんと、ありがとうございます。家庭訪問ありがとうございます。ありがとうございます。そうだよ、家庭訪問。家庭訪問、ゆうなの家。桃鉄するのだって。桃鉄あんの。 ありますよ。え、待って、スイッチあんの。あ、最高だね。やりますから。そうだ、それはあり。やっちゃう。え、何これ、何これ、揺れてる。何これ、ちょっとコメントだ。なんか、ね、1って書いてある。あ、そういうこと。うん、すごい、スペース入れて。すごい、めっちゃびっくりした。最高だね。最高だね。ゆうなの顔が赤いって、めっちゃみんな、ね、緊張しちゃう。かわいい。いつも緊張してる。するって言ってる。コミュ力高そうなのに。でも高いよね。慣れたら結構ガツガツいくんですけど。B の先輩とかは誰が、大宮さんの。ジュエさんと会いました。あ、え、今日？仲いいイメージ。え、プライベートでってこと？プライベートかつ YouTube 撮影です。あ、なるほどね。そう。シーちゃん、シーちゃんもシーちゃんって呼んでますでも。すごい。仲いいイメージ。中西会じゃん。中西会ね。本当だ。前ネモーズの企画でありましたよね。そう、ゆうなの状態中西会。懐かしい、面白かった。ライバルだから。そうですよね。ライバル。そう、つよチャンネル。あやねちゃんもね。今ドライヤーしてる。ドライヤーしてます。Yes。え、マジでお家可愛いね。いや、お部屋マジ可愛いですよ。結構やばい、散らかってました。さっきまで洗濯物とか。嘘、めっちゃ女の子の部屋です。うん、本当にガーリー。昨日もみゆ来たから、それまでに掃除してって感じ。ありがとう。全然ありがとう。ありがとう。よく来るんですか。はい、結構2日、今日2日で。そうだね、月にとか行ってます。仲良し。行ったり来たりするよね。あ、そうだね、うん、来てもらったこともあります。あ、なるほどね。え、エイト以外で来たことある人は、うん、いないです。あ、うん、王さんが一人目。一人目、ごちそうさまです。初めての。嬉しい、はい。そう、私はよく本当泊まりに来るんで歯ブラシを置いてます。ストックがあります。あるよね、うちにも小木さんの歯ブラシ。いいですね。ね、いいね。やっぱなんかドライヤーの音がするって。そうです、あやねちゃんです。あやねちゃんです。あやねちゃんはね、
バンドが一緒だったんで、そうなんですよ。でも緊張してましたよ。なんで？かわいい。あやねちゃん仲良くない？同い年だ、そういえばあやねちゃん。え？そうなんですか？同い年で埼玉でバンドで、結構共通点がいっぱいある。いっぱいあるですね。いっぱいあるですね。いっぱいあるですね。片言。いっぱいあるですね。ありますね。いっぱいあるですね。そう、バンドユニットですね。あの。ティントリップ。ティントリップ。センシュアリティ。違います。違った。あのあれ。あれか。ヒュートーン。そうだそうだ。もう本当活動1年くらいしてない。めっちゃ意外じゃない？めっちゃさ、センシュアリティ。そうなんですよ。セクシー系にいそうじゃん。思いますよね。ヒュートーン。かわいい。このポーズ。若かったんですよ、その時は。18歳。その時は。でも、たったね。今は二十歳です。おお、あん中で一番年上だった。そうですね。そうだよ、一番年上だし、歴も一番。一人なんか大人。そうですね。前田ちゃんとかもいたんです。そうだよね、そうだよね。一人だけちょっと歴もね。ティントリップにおいで。確かにそれも似合う。でも間違えられてた結構。本当に？ルカがエポイポイポイ。ああ。ルカが行ったから。確かにね。そう、本当。オンさんのユニットは何でしょう。バンドってもうめっちゃ覚えてる。G から始まります？ G から始まんないですね。グラッチ、グラッチ、グラッチ違う。グラッチのどこから出てきたんだろう。いや、あるよね。え、V から始まります？ V でもないです。え、グラッチ、グラッチはなんかゲーム？ゲーム、ゲーム系の人たちじゃなかった？あ、見えちゃった。バレちゃった。そう。メッセ。L からです。L、L 全然違うよ。ちゃんとして。違った。まあ、懐かしいメリスマとか。メリスマは歌う前じゃない？あ、懐かしい。レッセの綴り一生覚えらんない私。意外と長いんです。ツイッターでずっと間違って書いてた最初。レセット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 。あ、フランス語？そう。で、靴紐って意味で、靴紐の結び方を最初に初披露でやったから。だから。おしゃれ。おしゃれ。ティントリップももともとティントだったんですよ。ティントだけ？ティントだけだった。リップが追加されて。かわいい、そっちの方が。自分たちで決めたわけじゃない。うん、違う。決まってた。決まってました。ヒュートーンも全然違う名前でした最初。何？え、全然覚えてないけど。けど変でした。変でガラッと変わってくると。変なのいっぱいあった気がするな私も。センシュアリティさんももともとあれでした。あ、なんかさ、違いましたよね。なんだっけ。なんかそれこそあ、ブラックジャガーみたいなさ、そういう系の黒い狼みたいな。うん、ブラックウルフ違うな。なんだろう。え、でもウルフ系だった気がする。うん、そう、変わって違ったんですよ皆さん実は。あ、35分になった。35分までなの？はい。あら、ちょっともうランキング読んで。そうですね。終わります。はい。じゃあ登壇してる方まず読みますね。ここにシプサムチュカヨカムサムダ、そして12位がヒデジロさん、12おめでとうございます。そして11位がいつもさんシブリュチュカヨ、そして10位がコウキさん、14おめでとうございます。そして9位がワダさん、9おめでとうございます。そして8位ケチャンタイさん、8おめでとうございます。そして7位がカカイナさん、おめでとうございます。そして6位がテオニオさん、おめでとうございます。声がこっそりよし、おいちゅかよ。チェンジザアングル。しかも、え、めっちゃ意味とか書いてあるんですね。すごい。ごめん、最後まで。4位がジャリングさん、おめでとうございます。そして3位がリムさん、寒いちゅかよ。そして2位がパンガーボヨミオンミオンさん、イミチュカヨチュカヨチュカヨ。そして1位が総監督家庭訪問歓迎さん、おめでとうございます。イミチュカヨ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと100位まで今から読むんで、ちょっと100まで読んでるの。すごい。10位からいきます。いつも読んでるじゃん。読んでるよ。どうぞ。はい、10位からいきます。ユギュウさん、メイケイトさん、フィンドフォービーさん、ピシアさん、リックスさん、ミューディーさん、ヘギョンニ、ヨンオンニ、エクトモノコチさん、エイケイさん、グリフォンさん、ナンナフォーテイトさん、ケンシンさん、最後のシシャモさん、ピーちゃん、ヒヨパンさん、プレシヨヌコッパ、アスラヒデちゃん、アヤカンちゃん、チェンジ DC、
カラトニピースさん、ピエルケーさん、ミユミさん、マイさん、ハスキーさん、ゴールド888さん、ザゼロさん、トットシ、XD さん、行政ウシタさん、加藤 BB さん、ウィンパディさん、メタルピーチさん、ハッピーミュースシー、ローソンおじさん、クラッシングさん、クックさん、星侍さん、ヒロさん、上を向いて福丸さん、ミッチーさん、ジョーさん、アキヒコさん、シマヤンさん、ミキトさん、井上義弘さん、エサシーさん、鉄道好きコナンさん、K ハッピー11さん、トッシージャケンさん、イーグルイーグルさん、アデノシンさん、クラウドキューティーンさん、タックンフッチャン、サザビーさん、ケンさん、カックン、ワッフルさん、ちひろさん、サノシー、花坂天使、テンテンさん、ビッグママさん、ブラウンシーユータさん、クマめぐりさん、マツケン48さん、ミュウちゃん、キヨウシ、タルちゃん、ウナトリミュウドンさん、セッキー、カゾウさん、ユートシさん、ポンスケさん、キノピーさん、コウさん、ハマヤマハさん、グンちゃん、サンタ花道さん、カズ88さん、ユータさん、ヒテナマさん、リンゴリンガリンゲストさん、ジミーさん、リョウさん、タヌキさん、ハルキーさん、はい、皆さんありがとうございます。わた、すごい、すごい、めっちゃすごい。じゃあスクショタイム、はい、はい、はい、ちょっと、ここで自分でやるんだ。これだけいきます。はい、チーズ。やってます。ちょっと、ちょっとみんなのやつ。はい、皆さんポーズ。皆さんポーズ。はい、皆さんポーズ。おお、豪華。来た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 。すごい。豪華。いきまーす。はい、チーズ。撮れましたかね。撮ったかな。何面？スクショしたかな。エイト。チームエイト。チームエイト。はい、以上です。ありがとうございました。間違い探しです。はい、ありがとうございました。明日はまた、明日も夜かな、夜らへんに配信します。じゃあ皆さん、おやすみなさーい。バイバーイ。バイバーイ。